カムシンはイタリアのマセラティで開発1973年から1982年まで生産された高級スポーツカー。マセラティギブリの後継モデルにあたる。社名の由来はエジプトの砂漠地帯において季節的に吹き荒れる暑く激しい風、砂嵐、ハムシン。1972年、鳥のモーターショーのベルトーネのブースにてボディデザイン初披露。 翌年の1973年のパリモーターショーにてマセラティのマークを冠された懇親としてプロトタイプが発表された。本格生産は1974年から始まる。開発コードは T ポ120。デザインはベルトーネ時代のマルチェロガンディーニが担当。当時のガンディーニらしく全体的にかッチリとまとめられ。 鋭角的に張り出したサイドのエッジがフロントノーズ先端から緩やかに曲線を描きながらテール後端までまっすぐ伸びるウエストラインが特徴で全体的にシャープな印象を与えている。ボンネット上は左右非対称のルーバーが真横に切られていることで幾何学的なサーフェースを見せる。特筆すべきはテール面にガラスパネルがはめ込まれておりテールランプマセラティマークを残して 透明になっているため、非常に広報視界が良い。これは駐車などで更新する際には極めて有効で、このようなデザイン上の工夫がなされているのも大きな特徴となっている。なお、US モデルには T バールーフ仕様もある。インテリアは総側張りで、仙台ギブリと同じクラグジュアリー志向の強い内装となっている。シートは2プラス2で、 極めて小さな鉱石が設けられている。シャシーは、交換サブフレーム金属パネル。エンジンは、ギブリ SS と同じ 4930CCDOHC90 度 V8 エンジンで、エンジンをフロントに積む FR レイアウト。最高出力 320A バリー機、5500RPM、最大トルク 49KGM、4000RPM を生み、 最高速度時速 275km0 から60マイルパワー加速7.3秒を誇った。当時、親会社にあったシトロエンの高圧油圧システムを使用し、ブレーキ、クラッチ、リトラクタブルヘッドライト、パワーステアリング、シートヘッドレストリクライニングを動作させた。1976年から1977年、フロントノーズ部分にルーバーが追加されると、 内装、ボディともに、多少のマイナーチェンジを受ける。1982年生産終了。優れたデザイン、良好なエンジンを持ちながら、第一次オイルショックの煽りを受け、また前述の信頼性の低さもあって、総生産台数430台に止まった。ありがとうございます。